はようございます。東京駅に来てます。いや、朝から汗かいてしまった。はい、7月の3連休初日ということで、今年はですね、3連休は福岡に行くことにしました。今日は HKT48 劇場で、明日の公演が本命だったんですけど外れたので、ワンチャン当日券狙いながらどっかちょっと遠出しようかなって感じで、で明後日が SKE のツアー福岡ということで、久々の福岡3泊というところで楽しみにしてます。ではでは行ってきます。というわけでね、こちらのミルヒキコーヒーを買ってまいります。コーヒーできました。1号車から3号車です。この電車は新幹線に着席です。今日は優雅にグリーン車です。というのもね、この3連休飛行機がものすごく高くて、グリーン車買った方が新幹線の普通に指定席買うより安いということで乗っております。今日はね、グリーン車なので東海道新幹線のモバイルオーダーサービスが使えます。こちらの、ね、QR コードから読み取っていけるサイトから、乗ってる電車の号車とあと席番ですね、こちらを選んで、でも降りる駅どこまでかっていうところを選びますと、で進むと注文できる品がバーッと出てくるので注文ができますというところですね。ドリンク、アイス、スナック菓子、お弁当もあります。どれにしようかな。はい、来ました。新幹線すごく硬いアイス、スジャータの夏限定ですかね、メロンアイスです。博多駅に到着です。まずはホテルへ荷物を預けに行きました。博多駅ね、さすがにロッカーいっぱいでした。でバスターミナルのすぐ裏のホテルなんでね、バスに乗ってそのまま劇場のあるドーム方面まで直行しようと思ったところ、もこんなに行列がやばくてバスは諦めました。というわけで博多駅まで降りてきて地下鉄に乗ることにしました。意外と時間がないぞ。地下鉄を最寄りの東神町駅を越えて西陣駅で降ります。西陣駅を上がるとですね、真上に駐輪場があるんですよ、ね、チャリチャリがたくさん止まってるんですよ。ここはですね、かなりたくさんのシェアサイクルがあるポートなんですよ。なので他のポートで借りてもまあ大体乗れます。さあ行きますよ。さっそうと住宅街を抜けていきます。日差しはねそんなでもないんですが、雨が降った影響がこの日の博多はものすごく暑くて、バスが無理ならこれで風をかきってやろうという次第であります。で、まあ、5分も来ればね、みずほペイペイドームの脇にポートにつけることができます。まあ、ここもねポートが広いので止められます。なんとか開演30分前過ぎに
HKT48 劇場前にたどり着くことができました。それでは田島ドライブ公園千秋楽昼行ってきます。はい、公演終わりました。花道脇のね、いい位置で入れましたね、パジャマドライブ。いや、こんだけやってるのね、実は HKT でパジャドラ見るの初めてでして、いやー、最後に思い出少しいただけてよかったですね。で、まあせっかくなので久々に推しドリンクもいただきました。坂本エレナちゃんカラーです。これについてくるコースターは栗山里奈ちゃんでした。いやー、パジャドラ楽しかった。あ、やったーさーん。あ、待ってたんで、なんかうまくはまんないかなと思ったら、錬金パジャドラ選手力来たと思って、そしたら今日の昼だけだったりします。さあ、博多の方面に戻ってきて、お互いチェックインしてですね。あ、できます。これ携帯とかには飛ばせます。 Bluetooth で Wi-Fi か、うん、ウエストにやってきました。さあ、居酒屋メニューやってるでしょうか。うどん居酒屋またね、ちょっとカレーうどんの出汁が入ってる珍しいやつを頼んでみました。これも美味しかったですね。いや、楽しく飲みました。今日ね、お互いに夜公演を外れたっていうお宅の方とね、楽しく飲んでおりまして、ウエストでね、1人4300円ぐらいかな、飲んだんです。まあ僕よりもその方の方が飲んでたってのもありますけど、話が弾みましたね。で、これから、48グループのフォーチュンクッキーは飲んでる時に終わっちゃったんですけど、 TBS 系列の音楽の日でダンス企画がこのあと20時台にあるそうなので、宿に戻って見たいと思います。いやー、いいもん見たなーと。せっかくだし、ちょっとどっかで軽く行きますか。ちょうど音楽の日出て終わって出てきたら10時ぐらいなんですよ。ラストオーダー10時ですって。そもそもほぼほぼ閉まってるし、9時とかで11時までのところも10時ラストオーダーみたいになって、いや、まあちょっと遠出すれば空いてるんだろうけど、なんか多少濡れてもいいやぐらいで傘置いてきちゃってたのにする。なのでもういいやと思って引き返してコンビニ行って、ちょっと部屋飲みをしようと言うとね、歌特番出演おめでとうございました。というような感じですね。